送局。はい、皆さんこんばんは。ゆうと放送局のゆうとです。最近ね、 N ゲージの開封動画が、全くないということで大変申し訳ないんですけど、まあね、この間上げた動画で分かったと思いますけど、僕年パスを買ってしまいまして、ちょっと N ゲージを買うお金が今ないということで、まあ次回はね7月頃に買うって言ってたんですけど、じゃじゃーん、話が全然違うやんって話なんですけど、こちら今更感もすごいけど、加藤の323系大阪環状線、こちらを、今日は開封したいと思います。まずどういうことか、これコメントでですね、323系買わないんですかとかね、西日本を集めてるのに323は買わないんですかっていうコメントも非常に多くてですね、まあ、私はまあなかなかね返すにどう返そうかいろいろ悩んでたんですけど、実はですねこれ去年の私の誕生日4月にですね買ってましたということはね、1年1ヶ月ぐらい家にもう放置状態だったわけなんですよ。本当にすいません。まあ、簡単に言うと忘れてたんだけど、これ誕生日の時に、確か去年の4月って僕、もう仕事、まあ、社会人になって、まあ、仕事始めて、すごいもう、忙しい。で、1年も放置してたら、どうすんね、もし不良品だったらって話なんですけど、ご安心ください。ご安心くださいじゃないか。壊したらやばいか。これ当時とか去年ちゃんとね、届いてすぐライトのチェックと動力は確認したんで大丈夫なはずなんですけど、この1年何もしてなかったのがあれ原因で、なんか壊れてたりしたらちょっと今日やばいことになりますけども、やべえな、それはちょっと考えやばいかもしれないけど、とりあえず、1年放置してしまった323系今から開封させていただきます。どうぞ。はい、ということでですね、こちらまず基本セットの4両になります。そしてこっちのパッケージが増結セットの4両合わせて8両、これでフル編成なんですけども、じゃあまずこっちからちょっと軽く開けていきたいと思います。ちょっと1年ぶりに開封ということで、確かこれねアンテナとかって自分でつけなかった気がするんだよね。元から確かねパーツついてたと思うんですよね。うん、なんでね、非常にいいですよね。なんかこう自分で付属つけたりしなくていいから非常に楽でした。これ多分そう、行き先はね、自分で変えられるので、まあ、これだけですかね。もう本当にアンテナもね、シールとか全部貼ってあるんでね、非常におすすめです。ということで、そうだ、開封動画、そうだ、こうやって見るんじゃなくて、あれだ、ターンテーブルで紹介するんですよね。なんで、じゃあターンテーブルに、移動したいと思います。どうぞ。
はい、ということで今からモーターのテストをやってみたいと思います。ちょっといつもよりこう離れて撮ってます。その方が分かりやすいと思いますのでね。では行きます。おお、1年放置してましたけど、さすが加藤さん全然問題なさそう。1回もね走行させてないと思いますね。なんで状態はいいかもしんない いやでもこれで壊れてたら悲しいですね。いやー、よかったよかった、無事動きました。でモーター音なんですけど、モーター音はねそんなに気にならない程度ですね。加藤のね223系のモーター音はすんごいうるさいんですよ。あれはちょっと気になるレベルにうるさいんですけど、こいつは静かですね。はい、ということでね、一番楽しみなこのライトのチェックをしていきたいと思います。それではヘッドライトからいきましょう。どうぞ。おお、すんごいリアルですねこれ。毎度毎度加藤さんリアルなんですけど、こちら外側というかね、なんて言うんだろう、色分けられていますね。白色のライトと内側がね、これ黄色というか、オレンジか、オレンジっぽい2色のね、このちゃんと分けられていて、めちゃめちゃリアルですね。僕このね車両、本物はいつだっけな、2年ぐらい前に大阪に行った時にですね、初めてこれを見て、そして乗ったんですけど、めちゃめちゃかっこいいなっていうね。第一印象はね、もちろんこの顔が大好きなんですけど、このライトが僕デザインが大好きでね、N ゲージでもしっかり再現されていて、めちゃめちゃかっこいいです。で、ちょっと見えにくいんですけど、行き先のところがこれ普通って書いてあってね、これ右側なんだ、大阪環状線って書いてあるのか。ですよね。ちょっとすみません、目悪くて見えないけど、大阪環状線って書いてあって、これ交換パーツ、行き先自分で変えられるんですけど、付属で、さっきお見せしたやつで、あれに入ってたのがね、ユニバーサルシティ桜島って書いてあったんで、お好みでね、そっちは選んでいただいた方がいいのかなと思うんですけど、僕はもうこのまま大阪環状線で行きます。はい、ではテールライト行きたいと思います。わ、これすげえ、めちゃめちゃね明るいです。で、言っちゃえばこの220、なんだっけ、225系100番台とほぼね、顔は一緒なんですよね。スカートが違うのと、若干いろいろ違うとこあるのかもしれないけど、ライトの形とかほとんど一緒なんでね。印象はそんな感じかな。あれに近いのかな、やっぱり。ほぼ顔同じだからね。だけどなんかやっぱり、スカートが違うだけでこんなに顔の印象が変わるっていうのもすごいですよね。あ、いいな、大阪環状線。最初ね、323系はね、わ、なんだこいつと思ってたんだけど、やっぱり、かっこいいですね。103系、201系がね、引退してしまうということで、非常に、103系はとっくに引退しちゃってるんですけどね、201系ももう、そうそう引退ということで、ちょっと悲しいんですけど、かっこいいですから、こいつ。もう僕、慣れました。一 回しか乗ったことないっつのにね。ということで、もう、カミカミで、いつもそうなんですけど、僕、カミカミでね、もう途中が何言ってるか分かんなくなってきたんで、ここら辺で終わりにしたいと思います。ちょっとね、今更感がすごいですけど、323系、実は私、買っていました。すいません、何も報告せず。ってことなんで、走行動画も上げたいと思いますので、皆さん、乞うご期待です。それでは、さよなら。